は小伊勢姫サンバコンテストにおいて優秀な成績を収められました。はい、じゃあ副賞とともにおめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。優秀賞チームスカイブのあなたは石岡小伊勢姫サンバのコンテストにおいて優秀な成績を収められました。いろんなアイデアも含めてこんなことやったらいいんじゃないかというようなことを真剣に議論しているようなチームがございます。一緒になって街づくりに貢献をしていきたいなというようなことで考えておりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。今回の授業は石岡に事業所を構える一般社団法人茨城県中小企業診断士協会が地域活性化を目的に当キャラクター石岡小伊勢姫のサンバの曲調に合わせ自由に振り付けして踊っていただき、石岡から全国に元気を発信してもらいたいと実施されたものでございます。みんなで頑張ったので、なんか一致団結してできたことが嬉しかったです。一列になって千手観音になった観音みたいになったところが一番見どころですかね。ダンスを踊ってる人にこれから私たちが踊ったダンスを、まあ、初めての人でも踊ってもらいたいです。そうですね、まさかいただけるとは思わなかったので、はい、励みにもなりますし、子どもたちも頑張ってきた成果が出てよかったと思います。年齢とあと学校もそれぞれ違うんですけど、その辺をこう壁を取り越してみんな仲良く、すごく上の子が面倒を見てやってくれてます。